あ、どうも、私です。まずは皆様登録者16万人ありがとうございます。折り返しに来ましたね。なんの。まあ、いつもの言っておきましょう。16万人といえばこちら。イオンモール臨空線南の証券人口16万世帯素晴らしい。よく見つけてきました。これは興奮しますね。さらにこちら。中国が汚職取締りに本気。1年で16万人処分。汚すぎるやろ。汚職だらけじゃん。最後にこちら。コミケ2日目の来場者数。来すぎやって。毎回1万人ずつ増えてますからね。夏行っちゃおうかな。俺も参戦してみようかなって。以上。大喜利化してきたタックのだからどうしたのコーナーでした。ご清聴ありがとうございました。本当に皆さんいつもありがとうございます。あとね、本気で皆さんにお願いがあるんですけど、ツイッターフォローしてよ。26,000人、8万人足りないよ。おかしいな、おかピーぞ、おかしいな、おかピーぞ、おかしいな。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部タックです。1月の3週目の週末でございますね。だから来週はロシアでマイナス70度いくかもしれないとか言われてますけども、そんな中プーチンさんマイナス7度の湖でこちら、怖えよこれ。まさにベラチーラナブルカチューシャー。さて、今週のオールテックニュース、この時間です。気になったニュース一気に紹介します。一つ目、週刊文春炎上。17日、誰得ハイエナ用なし需要ゼロ、週刊文春にて小室哲哉さんの不倫疑惑記事が公開。小室さんは疑惑を否定するも引退を発表。これを受けツイッターでは、調子に乗るな、配管にしろと3000件以上のコメントが寄せられているということなんですが、なんか文春法とかいうくっさいツイッター公式あるんですけど、未だに小室さんの記事をね固定にしてて完全に怠慢ですよね。そんな中、前衆院議員の上西さゆり、逃げた人の話なんか安っぽい、私は文春と戦った、はい黙れ自分語り、お前の話興味ない。次です。合格者ゼロ人で疑惑の声。20日、岩手県栗谷川にある盛岡大附属高校の進学コース一般入試において合格者がゼロ人であったことが判明。その理由が推薦受験者を大幅に増やし合格にしたから。はっていうのも、これあんまり騒がれてないんですけど、今日受験したリスナーさんから連絡いただきまして、おかしくないですかっていうことだったんですけども、調べましたところ、進学コースの定員が90人で、推薦と宣願ですでに114名が合格してたそうです。ほんで推薦の合格発表が終わった後に一般入試が行われたみたいなんですよ。なんでまとめると、そもそも進学コースの一般入試は定員オーバーで合格できなかったのに、何も説明がなく受験料だけ取って受験させたってことになりますよね。いや、受験風詐欺やんこれ。もしこれ一般も入れる気で成績を見て不合格にしたってなら分かる気もするんですけど、これそもそも入れる気があったのかなってところですよね。皆さんこれ今聞いてどう思いました？これってどうなのって感じですよね。ちょっとコメント欄お願いします。次です。新種のカニについた名前。18日、お茶の水女子大湾岸生物教育研究の生徒が新種のカニを発見。つけた名前はペタンコ小指ピンノ。名前の癖が強え。なんかもうベチャンコ、あそこはやめときましょう。これおめでとうございます。はい、最後です。ロシア10代少年が教室を襲撃。19日、学校に斧を持った少年が突、6人が負傷。その後少年は容器に入れた燃料で教室に火を放った後、窓から飛び出して逃走していったとされていると。だから怖すぎるでしょうが、これまさにベラチーラナブルカチューシャ。はい、というわけで今回以上でございます。本日30秒紹介入っております。行ってみましょう。デューズ30秒紹介。本日紹介するのはピンで活動する YouTuber だよし。2017年2月にチャンネルを開設。動画のスタイルはとっても緩い感じのおしゃべりが基本のスタイル。動画で何をやってる人なのかと聞かれたら、は？わかりませんと言いたくなるほどの緩さ。なんと彼、声優養成所に通っており、そんなだよしの期待できるモノマネは、と言いたくなるほどの腕前です。そんなゆるゆるな大推しから一言、肩の力を抜いてゆっくりしてみてね、だそうです。ぜひ声優養成所に通っている大推しの動画、気になる方はリンクチェックお願いします。コメント欄で絵とか書くなよ。はい、ということでご覧いただきました。ですね、見ればわかるスピチュアル的なやつですね。はい、すごい脳内でね、ずーんとこう何かがこう分泌されますんでね、よかったら概要欄よろしくお願いします。はい、というわけでタック TV で30秒で紹介させていただける方を募集中です。概要欄メールアドから、お願いします。というわけで今週ね、ちょっと暗いニュースが多かったんですけども、まあ来週は東シベリアぐらい寒くなるらしいんで、ロシアのカチューシャも概要欄貼ってきますんでね、聞いて寝ましょう。おやすみなさい。